どうもこんにちは、春大ありメンバーのことこです。今回は内定の登竜門のシリーズ企画ということで、悩める25卒の就活生とそれを解決してくれる大人の方たちに来ていただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介をお願いいたします。人材研究所という人事コンサルティング会社の代表をしております、ソワと申します。面接官の立場から何かお役に立つことがお話できればと思っております。本日どうぞよろしくお願いします。こんにちは、トヤンナです。確実内定という就活の本も出している就活マニアです。よろしくお願いします。専修大学3年生のケンティです。志望業界とかはまだ全くなくて、就活の進捗もゼロです。よろしくお願いします。それでは、早速ケンティ君が、はい、今抱えているお悩みを教えていただいてもいいですか。まず僕、言語化がすごく苦手っていうところがあります。 YouTube の企画でも面接企画やったんですけど、その時もあんまり言語化できなくて、あんまりうまくいかなかったとか。面接もそうですし、やっぱり面接以外の普段のところでもやっぱ言語化うまくいかなくて、自分の意図が相手にうまく伝わらないってところがあったので、はい、それどうしようかなってところが1個目の悩みです。この言語化っていうのは、なんか関西人みたいにバーンって言ってバーンって言ってそういうことじゃなくて。そういうことじゃないですね。例えばなんですけど、思う言語化バーできない。これこういうことですね。語彙のバリエーションが少なすぎて言いたいことが言えないみたいな。具体例で言うと、例えば面接あったと思うんですけど、もう材料は頭の中にあると、それを論理的に説得力を持って話せなかったり、前提知識をうまく伝わらずに言っちゃったから、なんか相手も何言ってんのみたいになっちゃうみたいな感じ、はい、面接においてはもう言いたいことはちゃんと用意してきてるわけです。はい、それをうまく口に出さないってことですね。うん、そうです。剣道の型みたいなもので、はい、言葉の使い方も型があって、ビジネスライティングっていうジャンルの型があるわけですよね。で、エントリーシートとかってビジネスライティングの基礎のやり方で書くものなんですね。で、当然ながら大学生ってビジネスライティングしたことない人ばっかりなわけで、あとはもういかに型を学んで、それを自分が100回素振りして分かるようになるまでやるかっていう世界になってくるので、型っていうのをしっかり調べ込むといいと思います。型って具体的に例えばどうなのがあるんですかね。2つ有名な型があって、1つは SDS 法って言われる型で、要は結論言って詳しい話して、もう一回結論で締めようねっていうだけです、SDS 法が一番簡単な初歩的なやつなので、まずこれを叩き込みましょう。はい、まず基礎から、はい、でもう一個はネットで調べていただければと思うんですけど、プレップ法っていうのがあるので。あ、聞いたことあります、はい、プレップ法は SDS 法をマスターしてからしてください。はい、はい、ありがとうございます。無理に両方やらないと。そうですね、はい、ありがとうございます。まあ、あともし付け加えで言うんであれば、これ言語化っていうのと違うのかもしれないんですけど、具体的な事実をすごい面接官って聞きたがるんですよね。なんでかというと、面接官のトレーニング最初するときに、もう具体的な事実しか信じるなぐらい言われるんですよ。で、そういう具体的な事実から類推して性格、能力、価値観みたいなことを、まあ、評価していきましょうっていうふうな感じなんですけど、学生さんでシンプルに話そうとか分かりやすく話そうってすると抽象度上がっちゃう、はい、っちゃいますよね。で、ところが面接官にとっての分かりやすさって、もちろんそういう構造の分かりやすさみたいな、今の SDS 法みたいなのももちろんあるんですけども、もう一個はイメージができるっていうのがすごく大事だねとかするので、だから具体性が必要なんですよね。だから固有名詞にしたりとか数字にしたりとかするみたいなことっていうのも大事だったりとかするし、あと結構やっぱり比喩表現使う人多いんですよね。例えばアルバイトの時に、じゃあ何を重要視してましたかっていうふうに聞いたら、なんかお客様の声にね、耳を傾けて、常にニーズに寄り添った提案をするようにしてますみたいなことを言ったりもするわけなんですけど、これ全部比喩表現ですよね、はい、結局なんか、まあ、美しい言葉なんだけれども、相手には何も伝わらないというか、そういう具体化していくっていうことっていうんですかね。だから言語化っていう点においては、そこはちょっとやった方がいいような気がしますね。お二人はすごく言語化すごく上手だなっていうふうに感じたんですけれども、それってもともと生まれつきもう小さい頃から上手だったのか、何か頑張っての後々身につけた能力なのか、どちらなのかちょっとお伺いしたいです。正直どっちも。どっちも、はい、小さい頃から発表とかそういうのであんまり緊張しないタイプではありました。でも喋りが上手かったかっていうと、やっぱり下手だったと思います、で、それを一番叩き直されたのはやっぱり就活だったと思います。で、落ちるとやっぱり痛みがあるから学びますよね。ケンティさん今あんまり通らないかもってショック受けたりとか、はい、フィードバックで落ち込んだりしてますけど、その痛みが絶対成長につながってるんで、今めちゃめちゃ伸びてるとこなんだと思います。ありがとうございます。
僕は完全後天的っていう感じで、それがどういうふうなものかっていうと、一つは塾講師のバイトをやって、まあなんか一対一のやつじゃなくて、教室で集合型のやつを やって数学をやってたんですけどね。で、先輩がうまい人がいて完コピしたんですよ。1年間弟子みたいな感じについて、でそれがまず型となって、あの話せるようになったっていうのもあるかなっていうのはありますね。あとその時に、あと自分がやってきたことっていうのを結構ブログ書いたりとか、あの最近もそういうツイッターとか、なんかまあ X とかもそうなんですけど、こう発信していくってことをずっとやって、でやってたら、まあ、あの記事書いてくるみたいな感じでメディアで、あの書かせてもらうようなことにもなったりとかして、あの本も今、まあ、15冊ぐらいか結構書いてるんですけど、あの書いてるんですけど、言葉にしていくってことを練習すると、頭の中になんかモジュールができてくるっていうか、この話題でこう来たら自動的にそれが出るみたいな感じになってきたんですよ。だから完全あの好転できたんですかね。意図せずとも場数を踏んでいけば、少しずつではあるけど玄関の楽しかもしれない、特にコミュ力は僕そうだと思いますね。ケンティ君の次の悩み教えてください。はい、2個目のちょっと悩みがですね、僕社会貢献めちゃくちゃ興味ないんですよね。はい、どうすればいいでしょう。結構周りは食を通じて健康されたいとか、街づくりで皆さんを幸せにしたいとか言うんですけど、僕周りの人さえ幸せならいいかなみたいな、家族とか大切な人とか友達とか、そういう人が幸せになればいいかなみたいなところであるんですけど、それって問題ですか？問題じゃないです。問題じゃないですか？ケンティさんにとっての社会はそこなんじゃないですか？どこまでが、まあ、自分かというか、あるいは社会かっていうのか、これもういっぱいあるんですけど、年取っていくと、なんかあるいはいろんな経験をしていくと、だんだん広がっていく人はいるわけですよね。だから今まだ全然若いじゃないですか、はい、それが狭いってことを気にする必要っていうのはまずあんまりないかなというふうに思います。であと、志とか目標とか、あの理想とかね、はい、そういう資産の高さみたいなことって、人事だとどう思われてるかっていうと、意外とね、気をつけないといけないタイプって言われてるんですよね。で、これあの SPI の指標で、意欲的側面っていうのがあって、2つあってですね、達成意欲っていうのと活動意欲っていうのがあって、で、どっちが高い方があのハイパフォーマー、あの工業責任者かっていうと、活動意欲の方です。すごいその理想とか目標とか高すぎる人って実は危なくて、はい、でそれに伴った活動意欲、エネルギー量がないと途中でポキッと折れちゃうんですね、はい、で逆にこの志、目標、理由が、まあ、理想とかがこう低いタイプっていうのは幸せのレベルが低いっていう言われてあのつまり何かというと、ちょっとしたことで喜べる、はい、これってハイパフォーマーに多いんですよ、みたいなことを考えると、だから一概にこう志とか目標とか理想とかが高いことっていうのが言い訳ではない。じゃあもうわざわざ志望動機とか就活の軸でそんなこと言わなくていいんですか？あのそういうの持ってるからダメってことないですよ、はい、今持ってないんだったら全くいらないんです、うん、ただ、はい、まあ、そうすると次にぶつかる壁が志望動機書けへんっていう問題になるんですよ。はい、でそうするときにどうしたらいいかっていうと、まず会社をいろいろ調べて選ぶときに、その自分のそのチームを幸せにしたいと思えるようなチームの状況を考えてみる。じゃあどういう人だったら幸せにしたいと思えるんだろうっていう条件が実はケンティさんの志望動機で、そうすると多分社風が絞られてくるので、はい、そして、まあ、自分は業界を絞らずこういう社風を持ってるところを受けてます、これが就活の軸ですと、だから御社なんですって言えばもうバチッとですね、はい、お願いします。確かに。最後にケンティ君から感想をお願いします。はいはい、なんか結論、言語化も場数踏むだけだし、社会貢献に興味がなくてもいいっていうことで、僕の悩みはないということで、あの決まりました。ありがとうございます。本日はただ就活頑張れば、就活頑張ればいいだけっていうところが分かりました。ありがとうございました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。ここで仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思ってる就活生に向けて、ダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。